いよいよメインですね。そうですね、お互いにパンチありますからね。これはダウンの一つや二つあるんじゃないですか。そうですね、うん、畠山さんどう見てますか。そうですね、まあ、これは試合というのはスパーリングですけどね、試合の時のような緊張感があるし、本当どっちもね、本当竹谷さんが言ったようにパンチがあるから、本当ね、瞬きする暇もないですよ、これ。すごい緊張感です。うん、さあ、しかしここまで出ていこうというガードの間をついて、右のストレートにつなげたのが比嘉です。ショートのアッパー2つ、左、顔面当てていきました。右のフックにつなげます。渡嘉敷さん、いかがでしょうか。はい、もう2人はね、何度もやってるんですけども、今はまた違う意味でね、違うジムでバンバン世界狙ってますからね、比嘉君も。どこまでできるか今日勉強になるでしょうね。まあ、数年前数回スパーリングしましたが、その時は歯が立たなかった、そんなコメントもあった比嘉大吾でした。何回もやってないですよ高橋さん。何回かです。じゃあウーオン右のフック、これ動きます。左につなげた。なんかパンチに迫力があるな。全部怖いね、一つ一つが怖いね。木村翔選手がよくこの井上尚弥の対戦相手に名乗り上げたねって勇気を抱えてましたね。大体の選手が断ったんですよね。そうですか。うわーボディに集めて一つ上げて攻撃変える。うわーやばいよ、ちょっとかくってきたな。いや井上チャンピオンよく見てるな。うわー強烈ボディ。しかし出てきます、前に出ます。これ面白い角度で前の手、さあ顔を覗かせるようにしてガードの隙間から右のスイングフックです。効くな、グローブの上から。うわー左、右一つ返しました。比嘉ボディからそのままアッパーに上げていきます。右入れ替えてボディ。なんか比嘉君もパンチ強いんだろうけど、なんか質が違うよね、なんか意外このパンチとね、なんか見てる感じでも。やっぱ的確さが違うね、的確さが。スコーンと入るからね、井上君の。そうなのかな、なんか。質が違うっていう感じですかね。ねなんか。うわ、前の手で2つ。右フックに見えています。もう早くも残り30秒。パンチもすごいんだけど、いや、井上君のこの的確に当ててくるのすごいね。すごいサイドのステップ、さあ、誘い込むようにしてガードを下げています、井上。左、右を一つ返していく比嘉、ロープを背にしていますが、さあ狙っているようにしか見えない左ボディ、返していきます比嘉も。おお、いいね、お互いよ。ボディから右のパンチにつなげていきます、顔面に。ここ短い間合いですが、体滑らせるようにアッパーから左右のフック。ここで第1ラウンド終了。 F ライ級王者の比嘉大吾です。うわー右につなげます、最後井上ボディ呼び込むように左ガードを下げて下からの軌道のパンチです。ここはクリンチ一旦嫌います。比嘉君もね、15連続の KO、ね、KO 連続やってるからね。浜田剛さんに並ぶ日本の記録です、ね、ボディ2つ、今度は顔面につなげて左2つです。頭から入っていきます。ちょっとつ猛進、その戦法でいきました。比嘉大吾は話しました、もう対策しても仕方がない。アッパー入ったよ。対策は通用しないとも話していた比嘉、前に出るしかないと話しています。左をお互いにジャブを刺しました。ツースリー左、期待が当たります。左のボディフック、比嘉が返す。あ、倍になって帰ってきます。しかし、まあ、しっかりねブロックはしてるけどね。うん、左空を切りました。近い前で見えています。お互いのプライドをかけたね、この戦い。すごいね、ピリピリするね。左でした。うわー、ここあえて顔を前に突き出すようにします。左ボディフック、これはしっかりエルボでガードしているか、突き放したパワーの差もあるのか。うわー左強烈レバブロ。すごいな。うわー顔面ボディとフックを打ち分けてきます。まあ、比嘉君はもらいながらでも下がらないからいいですよね。あ、今度アッパーでした。ね、比嘉出したもんだね。打たれながらも前出るもん。そうですね。これ下がったら逆にやられちゃいますからね。逆にっていうか下がったらあれだよ。うん、逆にっていうかもう一気にやられちゃうから。比嘉のボクシング前に出るボクシングだからね。アッパー。第2ラウンド残り1分。残り1分を切りました。下がらないからまだ耐えられてるんだねこれね。いや、比嘉君もこれまだまだ世界取るよねこれ。血が入ってきます。アッパー、しかしこの左ボディ、右効いた、顔面がグラッと揺れました。右ステップ入れ替えてよ。
効いてるんじゃないですか。吹っ飛ばされてるもんね。アッパーから左。うわ、さまざまな軌道が右を下げるワンステップ呼び込んでワンツー入れ替わりました。右ノーモーションから来た、今度は前の手です。2つ3つ4つ頭振って頭振って、いやしかしここはもう下がらない、下がると乗り込まれる、出るしかない。膝、うわしかし下がりながらも的確に出てくる井上。ないねこれ、すごい。アッパー残り10秒切ります。右につなげた、ここ最後は1つガードしていましたが、第2ラウンド終了でもあります。しかしそれに愚直なまでに前に出てくるのが比嘉大吾です。ワンツースリーアッパーガードを重ねながら体を振って左、当たれば倒れる。正直に入るな、ジグザグに入れ、正直に入るな、そんな声も乗り取れなかったでしょうか。聞こえてきます。柔らかい、これ前の手でポンポンと下から触るようにして、まあ、マタドールのように操るようにします。左につなげたアッパーがあります。比嘉左上から、いや、渡嘉敷さん、本当にヘッドギアないですからね。いやいや、もう見逃せないね、これね。左ボディだ、シングスキも、うわ、すげえな、これ。バッツの中に閉じ入れる、うわ、左返して1つ、うわ、下がると見せて右、しかし、ガードを下げたまま。いや、お互いのいいとこ出てるよね、お互いのいいとこ出てるよ。はい、右待って、頭から入ってボディに集めます。この後井上はアッパーでした。右ヒール右を一つ飛ばしていきます。ヒガリズム変えて、リズム変えて、せーの、せーの、せーのだよ。顔で避けたんだろ。ソンジャブ、ソンジャブ、ソンジャブ、腹まで、腹まで、バックステップ前外します。背中を一瞬抜けながら右、今顔面はうまく流しています。そして下からすくい上げるようにアッパー。しかしちょっとつもうし前に出続ける、このスタイルは変わりません。ヒガ右に叩き進めます。ああやって見せるんだが、井上君も相当な余裕を持ってんだね、これ。左2つです。畠山さんどうですか、ちょっと言葉なくしてますけど。いやもう見入っちゃいますよ、本当見入っちゃうよね。あ、言葉がない。いや竹原さん分かりますね、その気持ち。分かりますよね、はい。ね、比嘉君に打たしてるんですけど、まあ打たれてないですもんね。あ、はい、右だけで避けながら狙ってますもんね。これも流してるんですね。スイーピングアウェイ使いながら、この余裕すごいな。まあ、肩でガードするようにして、ちょっと洗いました、答えた。右のストレート入れた、一つアッパー。比嘉もガード下げています。右届きません。比嘉君もこんな強いのと戦ったことないって感じですよね、これ。うわー、アッパー2つ3つ、おーすげー。右のジャブです。いや、愚直に前に出てきますが、当たりません。当てさせません、井上。残り30秒切りました。この2人の戦いが見られるのはもうあと24秒。アッパーで来る左フック、笑ってる、答えています。こうしてうわー、右強烈だ。いい右アッパーですね、入ってますね。はい、比嘉君の突進力もいいですね。比嘉諦めません、すごい、諦めないもんね、折れません。さあ残り10秒です。ワンツー入れましたが、世界狙いやっちゃ違うな。右ストレート入れました。この2人の戦いはこれが最初で最後なのか、それともまだ先があるのか。ここで終了。